声優とラジオについて声優とラジオには深い関係性があります声優がラジオパーソナリティを務めることは非常に一般的でありファンにとっては大きな魅力の一つですこの関係性にはどのような背景があるのでしょうかまずラジオは声優にとっては貴重なコミュニケーションツールの一つです声優は アニメやゲームなどで演じるキャラクターのイメージを大切にしなければなりませんが、その一方で自分自身の魅力もアピールする必要があります。ラジオを通じて声優はファンとの距離を縮め自分自身をアピールすることができます。また、ラジオは生放送が多いため声優が即興でトークをすることで表現力やコミュニケーション能力を磨くことができます。一方で、 ラジオはファンにとっても大きな魅力の一つです。声優がラジオパーソナリティを務める番組は、ファンがその声優の本音や素顔を知ることができる場でもあります。また、声優が出演するラジオ番組は、業界情報やトピックスなど、声優に関する情報を得ることができる貴重な場でもあります。さらに、ラジオは声優にとっては演技の練習にもなります。 声優がラジオパーソナリティを務める場合、キャラクターとして演じる場合もあれば、自分自身としてトークをする場合もあります。自分自身としてトークをする場合は、演技の幅が広がることで、役柄に応じた声のトーンや表現力が豊かになることもあります。このように、声優とラジオには深い関係性があります。声優がラジオパーソナリティを務めることで、 自分自身の魅力をアピールし、表現力やコミュニケーション能力を磨くことができます。また、ファンにとっても、声優の本音や素顔を知ることができる場として、大きな魅力があります。